どうも皆さんこんこにちはマシです今回は魔、えー、カ錬金を有限で500年回していくんですけれども本日のアップデートで新しく達人芸っていうスキルが、えー、追加されたんですよねでそちらがどうやら5席、えー、の方にマカ錬金の方で出てくるらしいとって言ったところで、えー、そのまあ信憑性というよりも、まあ、出たらいいなっていう部分で、えー、新しいのとか追加されてたりとかね、えー、もしかしたら 3スロー、2スロー、2スローみたいな今までだと3スロー、2スロー、1スローまでが多分スロット的には一番良かったんですけどもしかしたらね2スロー、2スロー、2スローみたいなめちゃめちゃやばいやつが新しく追加されてる可能性もあるのでそちらを見ていきたいと思います今回のアップデートで新しく達人芸とかあとはここら辺全部なんですけれども まあ弾丸節約、技物、えー、そしてみんなが待ち望んでいた超会心、通撃など、えー、装飾品としてね作れるようになったのでこういった部分で2スロとか3スロがいかに多くついているのかっていうのがとても大事になりましたね。そういった部分で考えると、まあ、両馬とか神馬の、えー、敷居というか幅がね広がったと思います。なのでみんなでも、えー、みんなでもというかみんな、えー、いい装備が組めるようになりやすくなったのでそういった部分でかなりいい アップデートでしたよね、まあ、ただし、玉、まあ、系、えー、ガンナー系で使うこういった玉に関しては3スロなのでちょっとここに関しては組みづらいんですけれども、まあ、剣士もね、この匠使うので、まあ、匠に関してもこれもしかしたら達人芸じゃなくて匠を採用した方がいい可能性もある。なんでかっていうと今作のモンスターそこまで HP が多くないので、えー、匠を持ってちょっと切れ味長くした方が、まあ、達,人達人芸を組むよりも もしかしたらいい場面もあるかもしれないのでそういった部分で達人芸を組むより、えー、匠が選ばれる瞬間もあるんじゃないかなと思いましたもしくは匠をつけて、えー、切れ味を青から白とかにしてでそれを合実験まで維持するみたいな戦い方もあると思うのでそういった部分でいろんな幅がありますねだから3スロ2スロができればついてるものが欲しい マカレン,キンの素材なんですけど今まで鳴タ,タヒメのねみんな素材使ってたと思うんですが今回からバズルギュスが追加されてかつこのポイントが価値、えー、評価値か評価値がめちゃめちゃ高いのでかなり美味しいです。 なるは旗集会に疲れてしまった人もしくはまあなるは旗集会がなかなか安定しないよっていう人に関してはバズギ牛スを回って、えー、こちらのマカれ金用の素材を集めるっていうのも1つの手ですねもう1つがヌシ、主、えー、の素材に関しても今結構使うのでそういった部分で百里夜行を集会しながらその副産物で手に入った素材をここのマカれ金で使うっていうのも1つの手だと思います。 では早速回していきたいと思います。まずは50連目ですね。えー、今回に関しては、まあ目ぼしいところがあったらちょっと止めて、えー、紹介しようかなと思います。えー、冒頭でも言ったように、まあ3スロとか2スロが多くついてるものがやっぱり当たりだし、そこにちょっとでも、えー、自分の使ってる武器種で使えるものがついてたらもう素晴らですね。かなり素晴ら。 で、まあ、一応目的としては、そういう当たりが出てきてほしいってのもあるんですが、達人芸があるのかも確認したいところではある。で、これ、これ結構当たりだと思います3スロ二2スロで、えー、装填速度2とドンキ使いなので、ガンナーと剣士、どちらでも使える可能性があるので、これワンチャンあるなと思いました。てか、全体的に、弾丸節約とか、あのー、技物、ここら辺も、 かなり出る確率は上がったと思いました。で、次これ、えー、風圧耐性泥性ツ2が出てて、え2スローなので、これ、ロミドロ戦でかなり使えますね。普通に今までの、えー、アップデート前だと、まあ弱ツ2ついてて、えー、1スロー2つついてるような感覚なので、かなり使えると思います。では次、えー、150連目ですね。 で、これも、地味に強い。<laughs> 地味に。体力増強アップ、回復量アップ3と、弱得あれが2だったらもう、神だったけど。いやもう、スロットが2でさえあれば神だった。で、これ、えー、っとね、耳栓がついているので、まがやまがなの方向を押さえつつっていう戦い方ができるので、えー、まあ本当はね、例えば、タチの、 名づちの立チかが、独属性ついてたら、もっと輝けるなと思ったんですけど、まさかの無属性なので、ちょっと残念でしたね。で、あと、カけるムシえー、ランスとか、あとハンマーとかに関してもそうなんですけど、カけるムシ使いがついてるだけでだいぶ立ち回りが良くなるので、それがついてる、かつニスローがついてたら、もう自分の中では当たりだと思ってます。普通に、 あのー、これに関しても耳栓がついてるし、まあ3スロー2スローだから当たりっていう部類ですね。このアップデート前から存在したものとして、えー、かける虫使い2、えー、弱得2っていうものもあったので、えー、天来でね、それでも全然使えると自分は思います。ただ幅がね、違うので、やっぱスロットで自由につけられるかつけられないかはまた別だから、できれば、まああのー、スロットが空いてて、かつ、 あの、なんだろうな、カきレムシとかは、メインで、まあ、装備スキルとしてメインでついてる方がありがたい。あと、主勢も全然自分は持ってなかったので、まあ、出てくれるだけでも自分は結構 <laughs> 嬉しいです。であと、強人ジン研磨。そう、ゴ人ジン研磨も、えー、自分は今まで持ってなかったので、組みたかったので、まあ、ランスでも、 ま、他の武器種でもそうだと思うんですけど、えー、匠をつけることによって、やっぱ白ゲージもらえる、ちょっともらえるっていう武器種って結構あるんですよ。武器種っていうか武器がいっぱいあるんですよ。そういった今までなかなか組みづらかったやつが、今回、まあ、日の目当たることもあるんじゃないかなと思います。これも強いですよね。体術1と駆け目使い2でニスローが2つだから、まあ、双剣とか弓でめちゃめちゃ快適装備が組めるような気がします。ありがとうございます。 で、もう350連と。残り、えー、150連ですね。で、まだ来てません。あの、達人芸か。まだ来てません。本当はもっと来てほしいんですけど。思った以上に来ないですね。あと、まあ、霞流とか、えー、まあ、手奥者あたりの、まあ、専用スキルもありましたけど、あれに関しては、ま、五石では出ないんじゃないかなと思います。まあ、出たらね、めちゃめちゃ装備の幅が広がるから強いんですけど、 いや、まありま、あったとして、もう相当確率は低いんじゃないかなと。で、特殊2と、まあ、水属性攻撃強化がついてるので、これもなんかワンチャンありそう。で、あと回避距離アップか。回避距離アップが、 ついてて、えニ、ー、スローが2つでも自分は当たりだと思います。回避距離アップをつけるだけでめちゃめちゃ立ち回りっていうか、モンスターの攻撃範囲外に出やすくなるので、そういった部分で強いんですよね。で、これも強い。歌方の前って今までなかなか、あの、玉蜜の棒グラクトをつけづらかったんですけど、今回から、あの、なんだっけ、装飾品でシチューニカツもつけれるようになったので、可能性あると思います。一応、歌方の前に関しては、えー、つけると、 海水の酸と泡まみれ状態になるので、状態上でシチューニカツが発動するっていう原理ですね。ちなみに、あの、海水の一緒に積んでも、なんだろう、重複しません。はい。やっと出ました。 えー、450連目にして、達人芸がやっと出たという形ですね。店内でね、レベル1なんですけれども、まあ、ここに関しては、装飾品でも存在するので、別についてなくてもいいんですよ。まあ、存在を確認したかった。だからこれがあるっていうことは、他の、まあ、新しくね、えー、語石がね、新しいものが追加されてるっていうことが分かったので、もしかしたらいいのが、あるかもしれない。弱特2に、 ま、ノート2とかついてるみたいなぶっ壊れが、もしかしたらあるのかもしれないってことが分かっただけで、まあ、今回は結構大きかったですね。で、最後、500連目となります。これも案外使えると思います。力の解放もついてて、2ついてて、ニスローが1個ついてるので、ワンチャンありそう。ただし、あの、力の解放まで発動するのに1分半以上とか、だいたいかかってしまうので、そう考えると、まあ、戦闘が伸びれば力の解放は強いけど、 まあ、早く帰れるのであれば、あんまり必要はないですね。発音させる機会がなかなか少ないので、時間が少ないから恩恵が少なくなってしまうという形になります。まあ、アイスボーンに限った話なのかもしれないんですけど、破壊用をつけてると戦いやすくなるっていうモンスターがちょくちょく出てきてたんですよ。アイスボーンって。 なので、えー、今作でももしかしたら今後強いモンスターが出てきた時に、破壊用をつけて、V 破壊をすることによって戦闘を優位に進めることができるみたいなモンスターもね、出るかもしれないので、そういった部分で、さっきのはちょっと、ありなんじゃないかなと思いました。というわけで、えー、今回500連やったんですけれども、やっぱ、ミスロが2つついてるだけで、比較的当たりになりがちなので、いい、ま、両間っていうのは、たくさんあったのかなと思います。っていうのもね、えー、達人芸2、 もね、ワンチャンあるんじゃないかなっていう期待もあるので、また回して、今度は、まあ、臨界臨界だっけえ、臨寧か。臨ねの方で回して、また別なものが出るんじゃないかなっていうのも試してみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。